ありがとうございます。どうもございます。来ていただいてありがとうございます。よろしいでしょうか。失礼します。いつもあのいい笑顔でね、時々あのラジオやってても僕が詰まったりすると光栄で、ベアン頑張れって必ず言ってくれるんで、一番いい兄貴でしたね。残念ですね、本当に。ライバルでもありっていう言葉もありましたけども、堀内さんにとってどのような方でいらっしゃいましたか？ライバルなんてとんでもないことですが、時としてやっぱりライバルじゃなかったらこんなに友達になれなかったのかなと僕思いますね。かなわないぐらいの人でしたから、本当にいい人に、金ちゃんもそうだけど、いい人に会えたなって思いますね。憧れの人だったから僕は、はい。50年一緒にやってこられて一番こう思い出されるのっていうのはどんなことですか？やっぱ最後やっぱり別れ際でしょうね。10年やって、はい、それで自分にとっても先々を見つめた時に、金平さんもそろそろアリス俺やめようかと思うんだけどって言ったら、お前そんな軽々しく言えるのかって言われて、僕も考えた挙句、あのそういう結論に達したんです。そうか、俺からこのことは金ちゃんに伝えとくから、お前からいちいち言わなくていいって、アリスはもう解散じゃなくて俺が考えるって言って、一時停止っていう言葉で、あの別れたんですけど、でもお互いに結果的にもう本当に濃密なあの10年間でしたから、で良きにせよ悪しきにせよ、いい意味で道を示してくれる人ですよね。じゃあ好きにやってみろって言われて、ベアン頑張れ、あの人にはもう最後の最後までかなわないですね。はい。3月に手術をされたということでしたけれども、はい、回復をずっと祈って待ってらっしゃっているという状況です。待ちましたね。もうしびれ切れるくらい待って、いつ帰ってくるんだろうななんて思って、表立ってはものすごい気丈な人だから、はい、だからもっと弱いところ出してくれよかったのにな。見せない方だから表には、もうそれがね、谷村新司なんですよ。もう表向きにはもう強気の人なんですよ。それで笑顔を絶やさず、あんなことできるのかなと僕思ったりしますけどね。なんでそれを正直に言わなかったんだって、それが後悔ですね。3月に急性腸炎谷村さんされて、はい、その後はお会いになってるんですか？一度も会ってない。一度も会ってない、はい、それはもう谷村さんがもう来ないでくれというふうにおっしゃったとか、そういう。いや、それもないです。まあ何度も電話を握りしめましたけど、はい、結局そういうような案内はもらってないから、多分嫌だろうなと想像ですけど、それは触れないでおこうって、で僕が言ってきたら何度か同意して前向きに何かできるような、これはお互い様でしたからね。だアリスは言っときますけど、大人のバンドです、ガキのバンドじゃなくて。でそれ作ったのは谷村新司です。すごいやつです。陳平さんへの手向けの言葉があったらお願いいたします。はい、この先どれぐらい歌えるかは分かりませんけど、あなたに恥じない歌を歌い続けたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どうぞ。申し訳ございませんでした。ありがとうございます。